井上武彦、1967年1月12日帯は、日本の漫画家。鹿児島県伊佐市出身。血液型は B 型。代表作に、スラムダンク、バガボンド、リアルなど、スポーツや戦いを通じて、青年の成長を描く作品が多い。1988年、手塚小乳選の、フーパープルでデビュー。1990年、 現在の名義である井上武彦に変更して連載を開始したスラムダンクは日本におけるバスケットボールブームの火付け役となる。1998年からは宮本武蔵を題材にしたバガボンド。1999年からは車椅子バスケットボールを題材にしたリアルを連載。バガボンドによる文化庁メディア芸術祭漫画部門大賞。 手塚治虫文化小漫画大賞を受賞2012年には平城戦と1300年記念アジアコスモポリタン賞文化賞を受賞小中学校時代は剣道部に所属し高校から当時まだマイナーだったバスケットボール部に入部し首相を務めるその一方で子供の頃から絵を描くことを好み高校の終わり頃より漫画家になることを意識するようになる 幼少期から特に好きだった漫画は、水島真嗣、土下弁で、他にも影響を受けた漫画家に、池上良一、小林誠等の名を挙げている。鹿児島県立大口高等学校3年の時、芸大進学を前提に、美術予備校の夏季講習を受けるが、金がかかるという理由で、進路変更し、地元に近い熊本大学に進学する。20歳の時に、 週刊少年ジャンプに投稿した作品が編集者中村大蔵の目に留まり本格的に漫画家の道を歩むために1987年大学を中退し上京。当時シティハンターを連載中の北条司のアシスタントを10ヶ月ほど務め、ここで漫画制作の基本的な技術を身につけた。1988年投稿作品フーパープルが 第35回、手塚賞に入選、漫画家としてデビューする。週刊少年ジャンプ場で、原作付きの初連載、カメレオンジェイルやバスケの読み切り作品等を経て、1990年より、スラムダンクを連載開始する。当時国内でのバスケットボールの人気度は、さほどでなかったが、回を重ねるごとに人気を増し、やがて空前の大ヒットとなる。 1993年にはアニメ化もされた。また、連載終了50年を経た2006年には、文化庁によるアンケート企画、日本のメディア芸術百選において、漫画部門1位に選出されている。1996年、6年間続いたスラムダンクが連載終了する。いくつかの商品を経て、1998年よりモーニングにて、 吉川英治の小説、宮本武蔵を原作としたバガーボンドの連載を開始する。並行して1999年からは本人曰く TEB で見て興味を持った車椅子バスケットボールを題材にしたリアルの不定期連載を週刊ヤングジャンプにて開始2019年現在バガーボンドは救済中である。この2作品について井上は 漫画の先人が作り上げてきた漫画的な手法や漫画的記号をバガボンドでは極力使わないようにし逆にリアルではそれらを最大限に発揮して描いていると語っている井上は中学までは剣道部で活動していたが高校では球技を始めたかったことや剣道部に実家がいて照れくさかったことなどからバスケットボール部に入部したインタビューによれば 当初はバスケットにそれほど興味を持っていたわけではなく友達に誘われてふと入った感じだったと語っている。自身はそれほど背が高くなかったためガード的なポジションを務めることが多かったという。漫画家を目指すようになってからはとにかくバスケットを描こうと決めており当時バスケットを題材にした漫画はなかったため誰もやらないでくれよと思っていたという。 スラムダンク連載時にもバスケットボールチーム、タクエッケンスを結成し、ポイントガードを担った。また、スラムダンク終了後は、BS1 放送の NBA 中継に、ゲストとして何度か出演している。2004年頃から、井上は、バスケットボールそのものに対しての感謝の気持ちを形に、したいとの思いから、スポーツ奨学金の設立を、構想2006年に、 スラムダンク奨学金を設立した。バスケットボールのプロ選手を目指す日本の高校生を対象にアメリカのプレップスクールへの留学を助け、プロスポーツ選手を目指す留学生も多い進学校での勉学の道を支えている。ちなみに、スラムダンクにおいて一部の登場人物の顔などは、自身の高校の部活仲間や大学のサークル仲間がモデルとなっている。 主な執筆者の性の50音順発行と始順。ありがとうございます。